先週火曜日は白鳥2着、松本4着、通過濃厚な位置とはいえ油断はできません。現在第5位、輝け渋谷アベマズ。本日の第1試合はマージャンハイブリッド白鳥賞。前回の試合は2着を持ち帰り、約2ヶ月半ぶりのプラススコア。これを足がかりにチームへの合流を目指します。大事な終盤戦、みんなでポストシーズンへ向かいましょう。お待たせしました。第1試合、選手入場。本茶には、ユーネクストパイレーツ、水原明菜。3年連続 MVP 争い。このロースコアでの決着は考えづらい。どこかで誰かが抜け出すはず。終盤戦で大波になるのは誰だ。水原、個人19戦目の登板です。なんちゃには渋谷アベマズ白鳥翔。ここまで仲間に任せた分、セミファイナルにアベマズを引き上げるのが俺の仕事。連覇が目標ならこんなところで足踏みはしてられない。白鳥、個人18戦目の登板です。シャーチャにはセガサミーフェニックス大吾博士。個人成績がどうあれ、直近の成績がどうあれ、常に上だけを見つめる。ゆったりと落ち着いたモーションながら一打に乗せる思いはずっしりと重い。大吾、個人21戦目の登板です。ペーチャには赤坂ドリブンズ園田健。諦めの悪い姿勢こそ園田の魔術の正体です。泥臭くていい、慌ただしくていい、その方が最後に飾る勝利の美しさは何倍にも引き立つ。園田、個人23戦目の登板です。恐ろしい、恐ろしいね、恐ろしい。うそ、あんなの積もられたら大吾さんやってられないっすよ。これでだって白鳥までもうすぐですよ。怖い人だね。本当にあれなんですよね。本当に4着なんだよこの人。ハネマンゴリラ出たな。大吾さん何点差？マンツも足りないじゃないですか。足りない。うわ、痛恨のやっかぶり。信じられない。そんな中2枚折ってますけど泣きませんでした。なんかあっさり積もってたの。はい、山に4枚、リャンマンはや、もう元々リャンマンだけ8枚あるように積もってましたね。すごいですよ。白鳥どうです、羽積もトップありますけど。いや、2着でいいんじゃないかな。相当水原近いですよ。そうですね、2着でいいんじゃないですか。この白は分かんない。白鳥、白2枚目。マネマン狙ってんの。トップ狙ってる。間に合いますこれ。いやー、リーズもタンヤをドラーかなんとかですよね、これ。そう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 、打ってくってことですよね。うわ、泣かない。朝も引いた。いや、でも遠いよ、相当遠いよ。ここトップ欲しいっすか。欲しいんだね。いや、俺に、僕は2着でいいと思いましたね。いや、これどうなんですかね。チームでちょっと今し、あの、成績少し悪い白鳥さん、俺だってお前らには引き当たらないぜって思ってないのか。こういうとこから3着やられちゃいますよ。あるもんね、そういうパターンね。これ水がちょんと来て2着取られちゃう、ありますよ。でも伸びてる。あー、伸びてる伸びてる。パーマン重なりは二山。これトップ取ったらすごい、抱きしめちゃうよ俺。すごすぎますよこれトップ取ったら。あ、これは一回上がるんじゃないかな。中ポン点取ります。取るんじゃないかな。何？なんでもないよ、まだ。関連もバレ。高い手狙ってるね。はい。あ、これ吉さん。どうしましょう。リアンソーじゃない？でもパーマン重なった時にはシャンポンリーチとかもしたい気がするんですよ。いや、リアンソー。だってもうこれとにかくハネワンだけ狙いますよこの手は。
賛否ありそうな気がしますね。いつもいつドラドロドラ赤でいいんだよ。でもこれパーマン重なった時のシャンポンリーチしたいんですよ。だって両足を切っておいてもいいんだよ。あ、そっか。あ、そっか。3層引いた時のリャンパーマン、ニーズボタン用ドラドラ赤 か、はい、そこに照準合わせてんだね。とにかくもうね、あの白泣かなかった以上ハレマン一本縛りですよね。すごいな、すごい。3品伸びても漫画でしかないでしょと。これが白鳥の選んだ道、これが私の生きる道。何が来る、何がいいですか、ハネマンになるには。え、イーマンとキューマンって9万引いた方がいいね。9万引いてイーマンツボ。そう、イーマン山にいそうじゃない、バー見たら。いそうめちゃくちゃいそう。でもパーマンはもう確定ですよ、リーズモで。だけどシャンポンはきついよね。何、5万。タンヤドラーカ5にちょくもダメ。1回取った、出て上がります、上がる、はい、うん、だからもう一気通貫狙って。まあこれ一気通貫ツアー、数層山々。ああ、5万、5万だ、上がった、5200。いや、これ見事な上がりだね。いや、白鳥は結局トップには立てませんでしたけど、ものすごい意志力のある、いやー、素晴らしいマジを見せてくれました。これね、本当に自分が怪我を負いかねないあの選択だったと思いますが、そうそうそう、理想的なね、超理想的なテンパになりませんでしたが、白鳥の本当に強い意志が画面越しに伝わってくるようなマージャンでした。いや、美しい打ち方だったね。そして何の3曲のゴリラマージャン、びっくりしましたよ僕いつも3000、6000みたいなで、大悟かわいそうですね。やっぱりこのボーダー越えた時のこの戦い方って難しいんですよ。いや、難しいんだね。はい、やっぱ萩原さん言ってた通りだね。うん、やっぱボーダーを越えた時のプレッシャー、今日大悟いつもより僕放出してるに見えましたもん。例えばイーマンをで3000打ったりとか。そう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 、もうちょっとね、大悟ね、普段こらえる場面なんてのもよくあるんですが、今日はかなり前に出ていたようにも見えます。これが終盤戦ボーダーラインを争う各チームのプレッシャーなのかもしれません。さあ、そんな中見事トップに輝いたのは赤坂ドリブンの園田健、うん、ウーマンローマンのね、3000、6000から一気に駆け抜けていきました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。